香港。香港。香港のみんな。そう。でもあれが出るでしょ、やっぱりコースで。そう。そう。もう見て。うん。やっぱすごい。前みたいにこっち出てるけど、スピンアウトまで行ってないけどね。そう。なんとかこっちにも左軸も形成してるから、多分。見てびっくりした。フィニッシュはかっこいいけどね。そう。無理やりグッて思って。そう。だから徹底的に、まずやっぱり こっちの、まだ3本目のこっちの足でやっぱりこれが入ってくるから、気合で。結構今日やりたいのは、トップ行くでしょ。前もちょっとやった通りだけど、こっから胸はこの向きね。うん、まあまあ左手だけを下げていく。そう、ここ。左手だけ下げる。そう、腕で切り返し。なんか一見悪く感じるけど、こう来たら腕だけで切り返し。そう、1。そう。で、そう。で、そう、ここだけ動かすの。こっから私の稼働するのは、この肩甲骨、この腕が、左手がこう。そうするとほら、左に乗るでしょ。1、2、で、はい、3。これ、これ、1、2、3ドリル。やばい、1、2、3。3、ほら。そうすると、普段、バリバリこういってるでしょ、トップから。うんっつって。うんって、そう、行くわけ。コースだと、それが出ちゃうわけ、やっぱり。どうしても。今日も見てない。そう、ボール見えてないでしょ。だから、自分が下向いてる時間が短いでしょ、コース行くと。練習場で、あそこでやってて、こうやってパーンってやってる時のスイングとかすごいいいじゃん。あれは下向いてる時間が長いから、そう。だから胸の前で腕とクラブが振り子を作るのに、そう。1、2、で、3、そう。1、そう。2、で、はい。3、そう。それでも胸ってどんな回ってんのってぐらい回ってくるでしょ。ゆっくり振ってみて。ほら、ほら、もうこれ正面でしょ。で、多分クラブがここ行った時には、もう、ほら、60、もう90度こっち見てる。肩のラインね。肩のラインっていうのはボーンってきたら、自分から回し行っちゃったら、こういう回転になっちゃうわけ。今みたいに自分は回し行かないつもりでも、肩甲骨が稼働して、パッてこうやって動いてくる。自分は回し。そう、自分はそこに、そこでいいわけ。ここでいいけど。と思ってるくせに、肩甲骨が、こっちの左サイドとこれリードして、ほら、もうどんどん行くでしょ。そう。だからこういうもんなわけ。だからテレビでパンって回ってる人見るとやっぱり回んなきゃいけないかなって思ったりする場合があるんだけど、それがこれ。みんなは入って一塊で、はい、入ってやっちゃってるわけ。ゴーちゃんなんかもう分かってんのに。下よりこっち先動く。そうでしょ。だから多分右が出てくるわけよ。もうこっちダメって分かってるよ私ってやってんのに、なんか右を中心に動くわけじゃん。だから多分今はもう前はこっちが原因だったけど、今は多分ここの分離がないわけ。そう、トップ行ってから、これ剥がしてるわけ。剥がすっていうんだけど、そうそう。ポン。そう、肩の分離運動。そう、そう。で、そこから振っていくと。ポンって普通のスイング、ほら、回転してるでしょ。綺麗に。そう。これ行くよ。すごいシンプルだけど、結構アメリカ人とかはよくやるドリル。一番シンプルな。1、2、3、1、2、3ね。はい。そこから入る。1、2、で、3。そう。そうそう、回ってる感じするでしょ。回ってくるでしょ、十分。普通に1本で立てます。1本立てるでしょ。そう。はい、1、2、3。はい、綺麗。これがボディーターン。すごい高くなる。そう、これが綺麗なボディーターン。悪い時は、はい、これとこれが一緒にこう来てない。来てる。そう。だからこうなるじゃん。うん、そう。だから状態なんだよね。右回りとかしてる時はこうしてるじゃん。だからこうしてるけど、パンってこう右回りから振ったらこうやって、こうでしょ。そう。でもこれが体でさーっつって気合入ってくるとこう来てこうみたいな、うん、そうだからインパクトの時はもうここ向いてるみたいな、ボールの出玉が見えちゃうみたいな、そう下向いてる時間がないでしょこうやって、そう出玉見えた、トップ行ったら1、2、3、そう OK、 これもいい、うん、いい、じゃあ今度そう1でいきましょう、トップポジションから1、はい次で打ちます、そう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 、全然右出てこないね、右出てこない、右出てこない、右の上で回る意味が分かんない、そうそうでしょ、うん、右足とかこの3本目の足で回るっていう理由ないでしょ、ないでしょ、ちゃんとこっち入ってくるでしょ、1、2、はい叩く、すげえ、プロ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 、これはプロ、うん、